古民家の土壁、シミもあってこんなところに穴も開いています。上の方にはずっと隙間が。楽しい漆喰塗りでこんなに白く綺麗にできました。皆さんこんにちは。私は腕のいい大工に憧れる主婦うさぎ大工です。今日は土壁に漆喰を塗ってみたをやっていきます。でまずは下の余計なものをどかしまして、それから取り出したのはマスキングテープですね。塗装した柱に余計なものがつかないように綺麗にマスキングをしていきます。でこの時気をつけなければいけないのが、テープをふわーって貼ってしまうと、その隙間からこうゴゴッとね、なんか液体とかした時に入ってきてしまうので、染み出してしまうので、四隅っていうかね、端っこの方すごいきちっとゴゴッとね押さえつけた方がいいと思います。それで私よく失敗しています。でマステの作業の前に、結構ねその古い壁が剥がれてきているところがあったら、それはスクレーパーなので剥がしてあげてください。はい、マスキングテープが貼り終わったところですね。微妙に1ミリぐらいちょっとこう開けてっていうかね、手前にやっております。その部分に漆喰が乗っていくかなということでそうしております。で次に取り出したるはアクカットというね、シミアク止めシーラーですね。今回塗るのが大和漆喰なので、同じその種類で、やらせてもらいました。他にもねいろいろな種類のシーラーがありますね。でこれを普通に器に今日はママ友ちゃんと一緒にやる日なので、ママ友ちゃんも映ってますね。ねりねり作業してくれてます。はい、でこういう器になんかすごい白いな太陽の光が応援してくれてるわ。移しまして、ハケで塗っていきます。ローラーとかで塗ってもいいと思うんですけど、ちょっとこう垂れたりとかしやすいなと思ったので、私はハケでやりました。でこのアクカット以外に使ったことある、アク止めシーラーがアクドメールっていうのがあるんですけど、その会社さんのなんかネーミングがすごい面白くって好きでなんかドラえもんの道具みたいだなと思って、アクドメールとか言いそうじゃないですか。でその多分同じ会社の藤原なんとかさんなんですけどの、砂壁を注文したことがあって、その素材ね塗るやつ、砂壁の名前がですね、なんとデラックス砂壁って言うんですよからもう絶対この会社さんはですね、ドラえもんが好きなんじゃないかなって思います。はい、どんどん塗れてきましたね。まあ、塗りぼらとかはね、私はそんなに気にしてません。本当はもっと均一に塗った方がいいかもしれないですけど、この部分はすごいゆるゆるだから、しっかり固めときたいなと思った部分にはしっかりこうトントントンってねして塗って、あここは硬いなみたいなったら、まあさっさと塗ってみたいな感じにしてますね。はい、塗り終わりました。こんな風に端っこのこうボロボロゴソゴソとなりやすいところはたっぷりめに塗っておりますね。で次が隙間などの穴埋め作業です。取り出したるはこれはですね、ホイップクリームをホイップするための100均で売っている袋ですねそれにですね、いらない、あーなんか後ろから出てきた気をつけてくださいね。でそこにですね、ちょっとこの漆喰なんですけど黄色い色をしてると思うんですけども、これはほんといらない余ってる漆喰を使いました。この穴埋め作業は本当なんかそこまで気にせず、なんか何でもいいみたいに本当に何でもってことはないと思うんですけども、セメントとか余ってるセメントとかでもいいよみたいに説明書に書いてありました。私はたまたまですね、昔使った余っていたうまく塗れるがありましたので、それを使いました。わざわざね、なんか新しいものにしなくても、ちょっとこう余ってるもの
で、多分これは隙間埋めはいいんだと思います。楽しくホイップしてはヘラで押し込んでちょっと伸ばしてっていう作業をしまして、隙間穴埋めが終わりました。で、まあ、ヘラでですね、結構その平らにするのを忘れないようにした方がいいと思います。ホイップしたままだとね盛り上がっておりますのでね。はい、次はアンダーコートのりですね。もう多分これ火が変わっていると思います。しっかり乾かした方がいいかなと思って1日置きました。はい、でアンダーコートを結構これがねやっぱやった方が良かったですね。っていうのが一応実験したんですよね。アンダーコートを塗って、それから漆喰塗った場合と、漆喰を二度塗りしようということで漆喰だけを塗った場合とだったら、アンダーコートをちゃんと塗った方がなんか下のアクがやっぱ出にくかったんですよ。それでも出るときは出るんですけど、もうこんなに結構ねアクって染み出してくるんだなっていうね発見でしたね。はい、お水を入れました。でねりねり練っていくんですけど、アンダーコートは結構ね練るのが簡単でしたね。で漆喰を練るのは繊維とかが入っていてなんか結構ダマになりやすかったです。で前ショート動画でね、攪拌機買おうかなどうしようかなこの作業やるしなって言ってたんですけど、結局買わずにずっとしゃもじでかき混ぜています。めんどくさい方はね、もう苦になる方は攪拌機でやった方がいいと思うんですけども、なんか私はこうしゃもじでかき混ぜてる間もなんかすごいルンルルンルルンみたいな感じで楽しいので、なんか苦にならないので結局ずっとこうしてるんですけど、今度ね泡立て器でかき混ぜてみようかなとちょっと企んでおります。でも泡立て器でかき混ぜたらもしかして泡立つのかなと思って本当にクリームみたいになるやんって、そしたらちょっと具合が悪いかなと思って、そうまたでも実験はしてみようと思います。どうなったかまたショート動画などでねお知らせしますね。で塗り始めておりますね。はい、倍速でお送りしますが、このアンダーコートは結構ね塗りやすいですね。普通の漆喰よりねこう薄くこうガッとこうなんていうのかな、固定を使いながらやるからっていうのもあるんですけど、これ本当塗りやすいなと思ってお気に入りですね。で使っているコテはうまく塗れるのこうしなるコテを使っています。私はやっぱまだ初心者なのでね、これがすごい使いやすいんですけども、ママ友ちゃんは普通のこう硬いねコテの方がやりやすいわって結構ずっとやってくださってるのでおっしゃっていました。で私が左に持ってる入れ物なんですけど、これは100均で買ったなんかこう四角いですね入れ物です、バットみたいな。で本当はですね多分バケツでこうたくさん練ってからこう専用のなんかそういうすくうやつあるんですよね。それでこう平らな木みたいなやつにこう下にこう持つところがあって、でそこにこうポンと乗せて平らなところからスッとこうね、なんていうの漆喰をですね乗せるみたいな感じでやるのがいいんだと思う。プロの方はねそうされてるんですけども、私はこう練ってすぐにやるので練るのとすくうのと兼用できるしなみたいな感じで、なんかずっとこれを使っておりますね。でまあショート動画でも出したんですけども、アンダーコートは多分いいと思うんですけど、本当のこれから塗る上塗りの漆喰は1日寝かせた方がいいそうです。すぐにね本当は塗らない方がいいみたいですよ。はい、でアンダーコート塗り出来上がりですね。やっぱちょっとコテ跡がねついてしまうんですけれども、そこはご愛嬌ということで、どんどんねうまくなっていきますので、ちょっとずつ技術を上げていきます。また次の日ですね、次の日に
まで、ちゃんと乾かしまして、とうとう大和漆喰を塗ることになります。この大和漆喰がですね、とってもお安くて、20キロも入ってたったの3500円ぐらいだったんですよね。でしかも送料込みなんですよ。なんかめっちゃ安いなと思って、すごいね、手間はかかるんですけども、土壁をね、漆喰にするのって。でも、最近壁紙も結構お高いって聞くので、コスパ的にはですね、この大和漆喰を塗るのが、実はいいのではないかなと思っております。水を入れて、いつものしゃもじで、どんどん練っていくんですけれども、さっきのアンダーコートよりもやっぱりね、ダマになりやすいですね。で、1日置いた方がいいです今回はそのまま塗ってしまいましたけども、あんまり違いは私は感じなかったんですけども、なんかショートでも言ってたんですけど、国によってはね、漆喰を寝かせる時間なんと3年っていうねのもあるそうなんですよね。すごいね、3年寝たろう漆喰ということでそれでコスパのお話なんですけれども、その20キロで3500円と、アンダーコートとかもね、アクカットとかも買わなきゃいけないので、結局壁紙と同じぐらいになるかもしれないんですけれども、それにしてもこれ20キロで3500円安いなと思ってて、でこれ結構何枚塗ったかな、5、6枚塗ってまだね3分の1ぐらい残ってたんですよね。だから今塗ってる範囲ね、だから結構本当に塗れますね。はい、じゃあうまく塗れるのコテを見せておりますね。これも大好きですこれで塗っていきます、それでおそらくですね、私これ練ったのね、すごいゆるゆるなんですよね、普通から考えたら。なんかちょっと緩めにやったらどうなるかなと思って、ちょっと実験でやってみたんですよ。そしたらなんか多分ね、本当の本職さんだったら怒られるかもしれないんですけど、なんかね、ゆるゆるだとすごくですね、塗りやすかったんですよね。なんていうの、段差とかがちょっとこうね、コテ跡とかできた時にめちゃくちゃ修正しやすくて、なんかゆるゆるしっくいいなっていう感じで塗ってるんですよ。で、またこれ私の野望なんですけど、実験ねもっともっとゆるゆるのですね、漆喰をローラーで塗ったらどうなるかなっていうのをちょっと師匠と今企んでおりまして、ローラーで塗るんだったらね、そんなにこうコテ当て、コテじゃないからね、コテ跡もつかなくって綺麗に塗れるかもしれないし、で1回じゃなくて2回3回ね、ローラーで乾いては塗りみたいな風にしたら、厚みが出てしっかりするかなと思ってるんですよね。どうでしょうかね。なんか漆喰じゃなくてね、珪藻土はなんかこうセットでね、ローラーで塗るやつがキットみたいな売ってるのは知ってるんですよ。でもなんか漆喰では売ってないから、もしかしたらダメかもしれないけど、ちょっとね、今回結構ゆるゆるで塗るとめっちゃ塗りやすいってなったので、ちょっとやろうかなと企んでおります。はい、無事塗り終わりました。ちょっとポコッとしてるとことかコテ跡もあるんですけども、ちょろっとしたコテ跡がですね、私好きなので、ちょっとこれでねやっていきたいと思います。模様をつける方法とかもねあるのは知ってるんですけど、まずですね、これでちょっとねいっぱい塗っていきたいなと思って、はい、まだまだやるとこいっぱいあるのでね、
あ、それでこれ終わったんですけども、すぐにですねマスキングテープをこう取りますっていうのが、あの乾いてからだとちょっと取りづらいかなっていうのと、まあ、乾いてから取っても多分いけると思うんですけども、その時はこう固まってるところをカッターで取らないといけないですね。カッターを持ってきましたね。多分あのアンダーコートと引っかかってるところが固まってたので、カッターであのやったんだと思います。で、無事マスキングテープも取り終わりまして、これで終わりと思いきや、ちょっとまだ修正があります。マスキングテープを取った後に、なんかちょっと端っこゴソゴソってなってるところですね、そこにちょっとあの修正をやって終わりとなります。で、こうして解説していくと、まあ、あの最初の段階か1日目2日目3日目で3日も必要だし、あの手間も結構かかるんですけども、あの楽しさが半端ないですねもうこのぬりぬりがですね、あーってもうずっとやってたいみたいな感じなので、これは本当おすすめの楽しい DIY です。なんか昔ね、慣れてない時にそのデラックス砂壁をこうちょっと補修で塗った時は、あ、なんか大変だ、しんどいなみたいな感じだったんですけども、あのまあまあちょっと慣れてくると、このコテの作業もね、あーずっとやってないなーみたいな何か言うね、あの感じなので、あの慣れてきた頃すごい楽しくなるので、あの結構ね、あの砂壁漆喰にしようかなって思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、最初ちょっと大変だな、もう疲れるわみたいな、あのところ時期がありまして、その後だんだん慣れてきて、あー楽しいっていう期間がやってくるのでそれを楽しみに、ちょっと最初の慣れない部分をちょっと頑張ってくださいね。はい、ではやっとこさ出来上がりです。って他の部分ね、できてないので、まだまだ私の作業はね、この楽しい作業は続くんですけれども、はい、漆喰のりね一気見でした。では最後まで見てくださりありがとうございました。これを見てくださった方がニコニコ笑顔で元気で幸せになりました。あと、おそらく長い動画出せるのが今年はこれが最後だと思いますので、今年のね、1年じゃなくて半年ぐらいなんですけども、感謝のお礼をさせてください。いつも見てくださり、あのコメントもくださって、あったかいコメントね、あのすごいもう指導してくださったり、アドバイスくださったり、励ましてくださったり、もう褒めてくださったり本当に嬉しいなーって毎日思ってます。はい、でもあのこれをするようになってから、前も言ってたんですけども、あの道歩いててもですね、あの業者さんですね、あの働いてくださる方に本当感謝だなと、こんなに大変な作業をねして、私たちの生活を支えてくださったんだなって、そのことをまたね、ちょっと本当感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい、それではね、良いお年を、バイバーイ。